ヤズドにあるズールハーネの一つテヘラーンにあるズールハーネの一つヤズドにあるサーヘボッザマンズールハーネクラブズールハーネはイラン文化圏において男性が肉体の鍛錬をするために集まる道場のような場所館である中央にくぼんだ場所がある基本的に格闘技の練習場であるが精神面の収容の場でもあるという点でその機能は オスマン帝国時代に各地にあった鉄家によく似る。ズールハーネで行われる肉体鍛錬法などの文化がイランの肉体鍛錬法パフレバーニーとズールハーネイの名称で2009年にユネスコの世界無形文化遺産に登録された。現代ペルシア語においてズールは力、ストレングス、フォース、ハーネは家、ハウスを意味する。すなわちズールハーネの直訳は 力の家になる。エザーフェを入れず、ズールハーネチ語で、中央に、ピットがある道場を意味する。英語にもペルシア語由来の外来語として入っていて、ズルカネあるいはゾールコンなどと綴る。イランにおけるズールハーネの起源は、イスラム教到来以前に遡ると言われるが、正確には不明である。現役で最古のズールハーネは、バムにあり、サファビー・朝時代に創建されたとされる。 初期のズールハーネはスーフィー用語で、修行場を意味するランギャルガーと呼ばれており、入り口が極端に狭い地下室だった。ガージャール朝の宮廷でコシティが奨励されたことから、その練習場であるズールハーネは、流星期を迎え、講述するズールハーネの様式が成立した。近代化によって、減少傾向にあるが、かつてはイランではどんな小さな町にもこのズールハーネがあると言われ、 地域の若者が交流する社会的施設としても機能していた。オスマン帝国領内に多く作られたスーフィーの道場、鉄家はズールハーネと非常によく似たところがある。アフガニスタンのハルカラスやインドのアカーラースはズールハーネと同様の道場である。このようにバルカン半島からベンガル地方にかけての地域にはズールハーネ類似の施設が存在しており、このことは 昔からこれらの地域において、同種の格闘対戦競技が行われてきたことを示唆する。建築物としてノズールハーネは、イスラーム文化圏によく見られる、共同浴場に似る。メインで使われる格闘場は、建物の中央に、道路のレベルより少し下に作られる。明かり取りの天窓が設けられ、壁に設置される窓は腰までの高さより下に、設定される。 出入り口は少しかがまないとは、入れないように低く設置される。ズールハーネで行う修行、肉体鍛錬を、バルゼシェ・ズールハーネイと言い,い、西洋由来のスポーツとは異なる。イランに、古来床式運動と観念される。バルゼシェ・ズールハーネイは、イランの肉体鍛錬法、パフレバーニーとズールハーネイの名称で、2009年に、ユネスコの世界無形文化遺産に登録された。 ユネスコは、ズールハーネで行われる、肉体短錬法の基礎には、グノーシス主義や古代イランの精神文化があるとしている。ありがとうございます。